内田百の墓墓石とは墓の印に立てる石材製品。墓碑とも言う。墓石を指して墓ということもある。日本においては五輪刀、宝鏡院刀、宝刀、多宝刀、総刀、板火も含まれる。旧石器時代以降、死者は様々な形で途中に埋葬されるようになった。縄文時代後期から弥生時代より後には、 墳宮墓など有力者が葬られた。一見してそれとわかる墓所も造営されるようになった。古墳が姿を消した後の平安時代、公家や地方皇族、高僧らが亡くなると、主に仏教に基づく供養塔や破壊としての五輪塔、宝教院塔、宝塔、多宝塔、総塔などが建てられるようになった。その後、鎌倉時代から室町時代にかけて、 前週の到来とともに遺廃と改名が中国から伝わる。その影響からか、遺廃型の痛火や京の墓石に近い角柱型のものも作られるようになった。薄い板火と違って紙面に文字を刻むことができ、家族簿として利用しやすいためである。庶民が墓石を建てる習慣は、戦国時代の機内に始まった。江戸時代になると段火制度が確立し、 人々に先祖に対する供養や葬儀、墓など仏事が生活の中に定着したことにより、全国的に見られるようになった。船で遠方の石材を運んだり、各地に石切り場や石膏が増えたりしたことで、以前より墓石を安く入手できるようになったことも背景である。苗字縦脇が許されなかった庶民も、墓石に苗字を記すことは黙認されていたと推測される。 墓石に家門を入れるようになったのはその頃からである。はじめ破壊は、個人や、夫婦のためのものであったが、明治中期以降は、家制度の確立により、家単位で建立される習慣が定着した。そのため、正面には以前は、個人の戒名を彫っていたものから、家の墓といった形に変わっていった。その他、正面には、宗派の盆字や名号、クエイッショなどが刻まれる。 側面や裏面には剣の日、剣のもの、側面に個人の命日、俗名などを刻む。文字のところに墨を入れる場合もある。家紋は水鉢や花盾に刻む。彫刻した部分に入れる墨色は石の色や地域により黒、白、金、銀などがある。第二次世界大戦後、霊園の洋型の破壊が登場。現在ではデザイン破壊など多様化している。 破壊詩は葬られた人物の生没年や自責などを知る歴史的資料としても活用され、生没年が複数節ある人物の場合は刻まれた年季の歴史的背景を探るための資料としても活用される。石材である破壊詩は比較的堅固な資料であるが、長年の歳月により表面は摩耗し、文字の解読が困難となる場合もある。また、 近年の少子化の影響や、墓地の区画整理により本来の位置から移転することも、ある。墓石ではなく、金属、木材や植物を、墓碑の素材とすることがある。現在、混流される墓石の形状は大きく和型、洋型、デザイン墓石に分けられる。以下の説明にあるように、和型は、基本的な形がある程度決まっている。墓地の場所や墓の形が、 家族の吉祥を左右すると唱える仮装や風水に通じる母装という考えがある。基本的には台石を二つ重ねた上に細長い石が乗る三段母。全体的に縦に長く背が高い。基本的には台石の上に横長の石が乗る。全体的に横に長く背が低い。日本においての洋型破壊石の主流はストレート型とオルガン型に分けられ、 おののの形状において二段型と三段型がある。違いとしては、地面に接する溶台部と呼ばれる土台の上にサオ部が乗るものが二段型で、両者の間に中台部があるものが三段型である。全国有料石材店の会のアンケート調査によると、2015年に洋型の購入者数が和型を上回るようになった。縦長の和型は、地震時に倒れやすいので、 東日本大震災後は洋型が増えている。形式や固定観念にとらわれない現代的で個人への思い入れを反映したお墓。我型と洋型を融合させたような比較的落ち着いた形から個人の個性を忍ばせる突飛で斬新な形まで多種に渡る。依頼人が遺族だけではなく生前に個性的な墓石をデザインし注文することも珍しくない。 デザインの要素としては、墓石の形状、色、表面の加工、石材、彫刻、碑文、付属品などがある。利用されている素材で大きく類別すると、従来の見陰石のみで、デザインされたもの、アートガラス、金属をデザインに取り入れたものなどがある。既存の墓石と比較して、お墓を明るい雰囲気にする要素があることから、業界としても、 デザイン破壊紙を推進する動きが見られ、全優位紙では、お墓デザインコンテストを、毎年実施している。仏寺関連出版社である6月書房は、デザイン破壊紙コンテスト破壊紙大賞を毎年模様し、デザイン破壊紙の写真集を出版している。主な、破壊紙メーカーとしては、三影石のみで、デザインされた破壊紙のカテゴリーで、デザイン破壊紙を、昭和62年から取り組んでいる。 インターロック社とガラスボの先駆けであるホースプレイス社の光墓が採用手として知られている。デザイン墓石は個人がオリジナルで製作するものからメーカーによりデザインされたものまで幅広い。墓巡りのように子孫以外に目標され続けられる偉人や著名人を除き、親族がいなくなったり墓の管理を拒否したりすると墓はいわゆる無縁物となり、 墓石の処理が問題になる。永代供養でも期限付きであることが多い。不要になった墓石は魂抜きの供養をした後、五眼工事などに使用する石材として再利用される。このため個人の死生観や宗教観に基づく理由のほか、子供がいないなどで一族が耐えることを想定したり、子孫に負担となることを嫌ったりして、墓石を建てない人もいる。その場合、 三骨や自然層、他人と共用の屋内納骨堂といった方法が選ばれる。サラエボのイスラム墓地、ヘブライ語の碑文が刻まれた破壊墓破壊には、基部は、脳型から状や、半円状や球状などがあり、頭頂部は楕円型や、水系等がある。18世紀には、ドクロやサトシ天使、王冠、骨壺、 墓掘り人のツルハシやシャベル等のメメントモリの意を含む装飾が掘られた。その他の珍しい例としては、時の沖縄等の偶和状の人物や家紋などのエムブレム、個人の生涯がある。19世紀には簡素なものから豪奢な装飾を施したものなど、多様化が見られ、十字架や天使などの装飾よりも高度な加工が求められた。現代では、 簡素な形状の墓石はより人気がある例もある。装飾に用いられた各種エムブレムは、キリスト教など、宗教上のテーマに関連している。昔は、のみと金槌で彫っていたが、現在、文字の彫刻は、サンドブラストという研磨剤を高圧で吹き付けて、徐々に表面を削る手法で彫られている例がほとんど。まず、墓石の表面を研磨してから、彫るべき部分を切り抜いた。 ゴムシートを貼り、掘らない部分を保護しておくと、磨いた表面は傷つかず、掘るべきところの実を削ることができる。ありがとうございます。